駅前藤本の格論動画をご覧の皆さんこんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。今日は文章の書き方のポイントについてお伝えしていきます。今日のテーマはこちらです。版名言ストックのおすすめというテーマでございます、えー、何か知り合いから依頼をされたりあるいはですね。ブログを書いていたり、あるいは自分で何か本を作りたいなと思っていたりまあ、そういう形でですね。まあ、自由に文章を書いていいよっていうことって結構ありますよね。 で、そういう場合に多くの人は肌と困ってしまうんですね。まあ何かというと、何を書いてもいいよ。自由だよと言われれば言われるほど、何書いていいかわかんなくなる。こういうこと結構多いんですよね、えー。そういう場合にですね、ゼロから自分で考えようとすればするほど、なかなか難しいんですよね。じゃあそういう場合どうしたらいいかというと、これをやればいいんですね。はい。何をやるかというと、引用というものです。まあ引用って何かというとですね、えー、有名な作家であるとか、有名な人物のセリフを引用すると。例えばこういう感じですよね。 徳川家康は言いました。人生とは重い荷物を背負って、坂道を登っていくようなものだと。まあそういった形。まあこういうのがですね、引用ですよね。まあこう言うと、何気ない発言でもですね、何かちょっと重みが出ると。まあ何かというと言葉って不思議なんですけれども、はい。発言によって大事なこと。それは何かというと、何を言うかではないんですよね。むしろ誰が言うかが大事だと。まあ例えば同じ。 しょうもない一言もありますよね。まあ、例えば、経営に大事なことは勇気です、みたいなセリフ。まあ、これもですね、私が言うか、はい、孫正義さんが言うか、またですね、ファーストリテイリングの柳井さんが言うかで全然違うわけですよね。はい。 私のような方や4年ぐらいしか経営経験がない人、あるいは方やですね、一町,町工場みたいなところ、あるいは小さい会社を世界的な大企業にした人、まあ同じセリフでもですね、重みが違うわけですよね。まあこれ何かというと、要はセリフって結構誰が言うかが大事だよというところです。だからしょうもないような話であったとしても、私が言うか、それともですね、有名な人物が言うかで全然重みが違うんですよね。まあこれ有名な作家さんであるとか、あるいは公演で有名な人ほどこれを意識してますよね。 例えばですね、講演会の際に、まあ、有名な作家さん、有名な講師の人であればあるほど、引用を積極的にやりますよね。例えば、講師はこういうふうに言っていますとか、まあ、そういった形でですね、まあ、権威を使うっていうのをよくやってます。で、権威を使うって何かというと、有名な人物の引用を使うということですねで。これやると簡単にですね、自分の発言に重みを与えることができるっていうところがあります。で、それだけじゃなくて、引用したらその分だけですね、時数が減るんですよね。 まあはい、当たり前の話です、えー。例えば1000文字書かなきゃいけないところに100文字もし引用かけたら残りたった900文字になると。はい。で、その引用したところの解説を入れると多分100文字ぐらいなんで残り800文字ぐらいになると。はい。1000文字書かなきゃいけないところが急に減ると。っていうところでですね、だいぶ負担が減っていくんですよね。まあ引用もし3本やったらですね、600字なくなるということなんで残り400字だけでいいと。 まあこれ何かというと、まあ引用するとその分だけですね、便利ですよというところでございます。えー、例えば引用もですね、まあ積極的にやった方がいいと私は思うんですよね。まあ何かというと、例えば普段から本読んでいたりとか新聞読んでいたり、あるいは人の話を聞いている中で、あこのセリフ使えるな、みたいな、そういったところってありますよね。で、そういう時はそれをすかさずメモしておく。えー、一番いいのはあのパソコンに打ち込んどくことですよね。えー、私はこういう形の名言ストックみたいに言いますけれども、まあ有名な E、 セリフとか、いい引用に使えそうなもの、そういうのがあればパソコンに打ち込んでいますと。あるいは自分が持ってる本だったら写真に撮ってですね、えー、画像で保存するようにしています。な、え、ん、ー、でかというと、それを使ってですね、別の文章を書くことができるわけですよね。で、この引用って意外とですね、まあやると結構効果的なんですよね。まあ自分以外の人、特に有名な人であるとか、権威を持っている人がそういうふうに言っているよということがわかると、 まあ、なぜか信憑性が上がるということなんですよね。これはだから私が100言うよりもいい引用を1やる方が相手に伝わるということになるわけですね。で、これ有名な講師であればあるほどやっぱり自分よりもっと権威がある人の発言を引用に使ってたりしますよね。だからこそ重みがより出ると。であればそれは有名な講師でもない我々みたいな、えー、私みたいな PayPay はやっぱりどんどん使っていくべきだなっていうふうに思うんですよね。で、そうすると少なくとも私の話聞いて 引用の部分だけでも相手の心に響きは、それはそれでいいわけですよね。だっていい言葉が相手に伝わったわけなんで、相手のためになったわけじゃないですか。であれば、相手に何らかのメリットをお届けするのが講座であるとか、文章を書くということであれば、まあ引用の部分だけ伝わっても別に問題ないわけですよね。だったらそれでいいよっていう形になってくるわけです。で、それをやるには、普段からですね、いろんな本であるとか、いろんな新聞であるとか、いろんな映像、動画であるとか、本とか、 映像であるとか講演会とか、まあそういったところでですね、積極的にいい言葉を手に入れていく努力って大事ですよね。で、それを引用して使っていくといいよということになっていきます。ただ引用の際にはいろんなルールがあります。その一つが何かというと、はい、出典を書くということですね。 出典を書くというのが大事です。え、これですね、意外と厳しいところもあるんですね。まあ何かというとですね、まああの、また聞きのまた聞き、そしてそのまたまた聞きみたいになっているものってあったりします。その一つが、例えばメラビアンの法則であるとか、あるいはハーバード大学を出る学生さんに対して、なんかあの、自分の夢を紙に書いているかどうか、書かれた自分の目標リストを持ってるかどうかで収入が大幅に変わったよみたいな、そういう話もあるんですけども、あの出典って結構ですね、どこかって結構曖昧だったりするんですよね。え、だからですね、出典を必ず確認 すするようううにしましまょうというのがポイントです、えー、特にメラビアの法則ですね、これ結構あの嘘を教えてる人も多いんで、出典を確認しましょうというところが大事なんですよね。で、2つ目は、ですねはい適切に引用しましょうですね。はいまあ、例えばこれですね、よく、まあ、新聞の報道の仕方に問題もあったりもするんですけれども、まあ、テレビとかでもそうですよね、首相の会見とかがあったりしますと、で首相が話しているよ、でそれのですね、 まああの変な組み合わせをすると、すごくです、ね、問題発言があるように見せることってできたりするんですよね。で特にです、ねまあ、実際に話してるんだけど、間、端折る部分ってあるんですよね、間の部分をカットするところ、でそれをです、ね、テレビであるとか雑誌であるとか、新聞であるとかやってる場合、本来の意図と違うことが伝わってる場合ってあるわけですよね。まあ、これ、以前のです、ね、産む機会発言というので、辞任した大臣がいらっしゃいましたけど、まあ、そういったところにもなってきます。まあ、それもです、ねまあ、あの本当に ねあの、適切に引用するかどうかってやっぱ大事ですよね。まあ、これで、意図的にですね、その人を貶めることもできれば、高めることもできるわけですよね。まあ、私がここでよく思うのはですね、例えば福沢幸先生ですね、慶応義塾を作った福沢先生。まあ、福沢幸のセリフっていうのもですね、いろいろ、まあ、これ専門で調べてる人もいるんですけれども、ものすごいですね、偏った発言結構してるんですよね。はい。だから、 ま、その偏ったところだけ切り取ってくると、もうやばい複雑意気地像って作れたりするんですね。民族、なんか差別主義的な複雑意気地像って作ることもできますが、でも正しく読んだらそういう意図じゃないんだっていうのに分かったりするわけですよね。だからですね、適切に引用する。要は、変なところだけ伝わらないように、その作者の意図が伝わるように引用しなきゃいけないわけですよね。 ここまでよろしいでしょうか。で、出典って結構大事です。これ何かというと本のタイトルであるとかページ数であるとか、まあ、これが細かければ細かいほどですね、信憑性が上がるわけですよね。 えー、さっきの私、徳川家康の発言って言いましたけど、実際のしどこが出典かよく分からずに使ってるところがありました。まあ、これは確かに問題だなというふうに思うので、きちんと出典を書くって大事ですよね。また、適切に引用する。これは本来の意図が伝わるように伝えていかなきゃいけないし、その文章が出てきたのはどういう流れの中で出て,出てきたか、それも細かく言えれば言えるほど相手に伝わりやすくなっていくわけじゃないですか。はい。ってことで、まあ、引用というのを適切に使うと自分の発言、自分の文章の思いが一気に上がります。でも、 その時ですね、適切に出典を書く、適切に引用する、これをやっていないと、逆に自分の文章の評価下がったりするんですよね。まあこれは例えば研究論文を書く大学の先生とか、研究者の間では本当にこれ大事だと言われています。えー、例えば、引用資料の捏造っていうのをやったりする人もいないわけじゃないんですよね。えー、この間もですね、それで問題になりました。要は架空の作者が作った架,架空の論文を使って文章を書いていたと。で、その論文が結構世界的に注目されると。 はい。で、えー、その文書に書いてあった、えー、出典を探したら存在しないと。お前どうなってんだみたいな話になって、それで、まあちょっとあの、謝罪したいよという、そういった事件も以前もあったんですよね。えー、まあ、記憶に残るところです。おぼかさんの、えー、スタップ細胞の話。あれはまぁ熱像というところだったんで、また出典とはまた違うんですけれども、まあ、引用する以上ですね、変な、 引用の仕方をしちゃったら自分の論文とか自分の文章の足も引きずることになってしまいます。だからこそ適切に引用しようというのを本当に意識してみてください。まあこれを使うだけで信憑性も上がりますし、字数も一気に削ることができると。まあだからこそですね、えー、積極的に書きやすいというところがあるのがこの文章のポイントですよね。 まあこうやってですね、引用を適切に使うということで自分の文章のレベルも上げることができますて、信憑性も上げることができると。またですね、少なくとも自分が引用したところだけであったとしても相手にき響けばそれはそれでいいわけですよね。まあだからこそですね、普段から使えそうな引用をどんどんノートやパソコンに打ち込んでおく、これをお勧めしておきます。そうするとですね、必要な時に適切に使うことができるわけですよね。 で、こういう名言を覚えておく、あるいはストックしておくと、本当にいざスピーチをしなきゃいけないときにも役立ちます。まあ、便利なのは、これ、引用だけじゃなくて、エピソードもそうですね。例えば、なんとかさんはこうですよと。まあ、よく、例えば、ソ松井さん、ソフトバンク作った人ですよね。その方が、まあ、ビール箱。 の上に立ってですね、えー、うちの会社は世界的大企業を目指すみたいな社員数名に対して演説したみたいなエピソードも結構知ってる人もいますよね。まあそういうのも適切に使うことによってですね、自分の言う内容であるとか自分の文章の箔をつけることができますので、ぜひやってみてください。まあこういった形の情報発信毎日やっておりますので、もっと見たいよという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマガ登録もできますの、ね、で、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。また見てください。それでは。